はい、こんにちは。昨日はジョセフ・ティテルさんが元旦恒例の予知予測ライブをしていました。元旦のライブは今回で16回目なんだそうです。ライブは1時間35分。かつては3時間とか5時間のライブの時もあったようなので、助かった。<laughs> 元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます。早速内容に行きます。まずは、2023年には世界新秩序。 新世界秩序への動きが大規模に行われるようになります場所によってはバベルの塔が崩壊するように見えるでしょうでもまだまだですよ2023年は数秘術で7の年7はとてもスピリチュアルな数字でより高いレベルへの覚醒地球とそこに暮らすすべてのものをアセンションへと誘ってくれます 自己発見、真実、古代のものの発見の年であり、さらに正義、真実、情報開示、変化の年でもあります。今年、私たちの考え方や物の見方は、特に歴史の捉え方において変わるでしょう。2023年はこれまでよりは楽な年になります。もちろん世界の混乱はありますが、 新しい発明や発見があってワクワクします。水が噴出するように真実が明らかになります。予知予測の最初のカテゴリーは教会について。2023年は教会や宗教団体に対する憎悪が増します。数比術,数比術の7はスピリチュアリティや宗教に大きく関係していて、教会や宗教に影響を与えます。 教会、シナゴーグ、お寺などに攻撃がある一方で、人々の意識は覚醒するでしょう。エリートの総元締めは、世界統一通貨、世界統一政府のように、世界統一宗教の導入を計画していて、2023年には世界,世界宗教をプッシュしているのがはっきりと見えるようになります。 2023年末の時点でどの宗教が最も人気があるのか見てみると、世界統一宗教がどれなのかわかるでしょう。教会での火事があります。ここ数年見えていることですが、逃げ遅れる信者が出ます。教会への攻撃はアメリカに限ったことではなく、世界的に発生します。 何年か前にノートルダム寺院での火事を予知しましたねで、その時のように歴史的な教会さらに歴史的な博物館で火事が発生するでしょう真の歴史が明らかになる年です怒りや憎悪から放火があり3人が逮捕処罰されるでしょう次は昨日のトップ10でも話したことですがカトリック教会 その他教会のニュースが2023年は増えバチカンさらにいくつかの有名な場所でカトリック教会を取りまとめる集まりが開催されます誰かの死を人々が嘆き悲しんでいる姿バチカンの主要な人物が2人亡くなる様子が見えたので最近亡くなった前教皇ベネディクトともう一人現教皇フランシスが亡くなるかもしれません同じようなことは過去 7の数字だった1276年にも起きていて4人の教皇が法王ですね当時次々亡くなって交代することがありました2023年にバチカンで2つの大きな葬儀があるだけでなく3つ目のサプライズもありそうです2022年は多くの著名人が亡くなりましたが2023年はさらに多くの有名人の死が続くでしょう 2023年はあまりにも多くの真実が明らかになって頭がクラクラするほどです。何を信じればいいのかわからなくなります。それはカルトでも同じでサイエントロジーから内部告発者が出ます。スピリットが見せてくれたビジョンではサイエントロジーは2022年から何らかの良くない動きをし始めています。規則や処罰の仕方を変えていて 今後、殺人や行方不明の捜査があるでしょう。リーダーはすでに島に身を隠しているようです。2023年はポジティブな意味でディスクロージャーや発見がある年です。しばらく前にエジプトの石室の中で古代エジプトの発見があると予知し、最近何かが見つかったようですが、今日今回の予知は、 2023年にはエジプトの下にあるトンネルシステムが発見されその他世界的な発見があるということです。これによってエジプトの人たちは本当の古代エジプトの歴史を知りたいと思うようになるでしょう。バチカンや博物館に隠されている秘密も明らかになり我々がどこから来たのか本当の歴史が分かるようになります。 ツタンカーメンが発掘された時のように古代エジプトのエリートが発掘されます。イスラエルや中東でも発見があります。一つはイラクの下、地中深いところに何かが埋まっているのが見つかり、地下の古代都市が発見されます。過去にドラッグだけでなく人々も通行していた地下のトンネルシステムも見つかります。 ものすごく深いところにある近郊にモーターのついた素早く動く車両があるビジョン、そして地下のレーダー、地下のレントゲン技術に大きな進歩があるのも見えます。発見の一つは、ロシア軍が発見するヨーロッパの地下トンネルですが、ロシアが発見したことをニュースで報道することはなく、ロシアはこれを戦争に利用します。 イスラエルでも多くの発見があるでしょう。壺の中の巻物のような古代の写本が見つかります。イスラエルは最初それを隠そうとし、その後偽物だと言い張ります。イエス・キリストの存在と彼が十字架にかけられたことが事実である証拠も出てきます。イスラエルに注目していきましょう。発見だけでなく、 イスラエルから火がつく様々なこともあります。2023年には渇水が続き大量の水がなくなることでさらに発見されるものがあります。ヨーロッパでは渇水で乾ききった泥の中からテンプル騎士団と関係のある古い刀も出てきます。そしてカナダとアメリカの間からも刀が出てきて その一つはとてもいい状態で発見されるのが見えます。意図的に水で隠されていたトンネルシステムも水不足のために見つかるでしょう。夏にはカナダ沿岸のオーククリークアイランドで宝物が発見されます。新しい惑星がいくつか発見されるでしょう。そのうちの一つは私たちからそんなに遠くないところにあります。 そして聖書に出てくるニビル、プラネット X と関係がありそうです聖書に出てくる水星ワームウッドはホピ族は青いカチーナと呼び、ラコタ族は青い星と呼びましたその青い星は、2029年4月13日の金曜日に地球に接近する彗星アポフィスと関係があります 2023年は宇宙に関する発見が続き複数の太陽系構成システムも発見されますそのうちの一つは私たちの太陽系システムととてもよく似ているでしょう銀河系には他の生物もいて飛行船 UFO があることが開示され証拠も出てきます深海海洋に関する発見もあります一つは 古代エジプトに類似した古代都市の発見です。キューバ近海の海底で発見された古代都市ほど深くないところで発見されるでしょう。バミューダトライアングルが強く見えました。この古代都市の発見と関係があるか、他の発見と関係しているかもしれません。バミューダトライアングルの近くで飛行機が墜落します。 空中で行方不明になったマレーシア航空も見え続けましたスピリットはそのマレーシア航空の飛行機の一部が見つかったという申し立てがあるだろうと言っていますただこれは本物ではないように思います海底からはノースの海賊バイキングの船が発見されそれよりも古いものを人々が引き上げている様子も見えます 2023年はファウチを含め捜査、調査が進みます。ファウチは隠れているようですね。スピリットが私に引かせたタロットカードは正義のカード、タワー崩壊のカード、悪魔のカードです。2023年はアメリカ、カナダ、オーストラリア、その他の国々でいろいろな捜査が始まります。企業のトップ、さらに CIA や FBI などのトップが追放されることになります。アメリカでは、ロシアとの結託、トランプの税金、1月6日のことなどの捜査が行われていますが、皆すべて嘘というのが明らかになるでしょう。スピリットによると、形勢が逆転し、捜査している人たちが捜査される側に回るということです。Twitter、Wikileaks、 そして内部告発者たちから多くの情報が出てきますトランスジェンダーで軍役についているチェルシー・マニングの姿も見えました捜査の一つは人類が高い意識レベルに上昇する手助けをしてくれます同時に多くの人々を怒らせることにもなります覚醒した人たちもこれまで騙されていたことが分かって立腹します 2022年よりもさらに抗議活動が起きて政府に変化があるでしょう2023年一時期静かになる時もありますが2024年2025年にさらに激しくなりますツイッターとイーロンマスクについてツイッタードロップがあるたびにどんどん面白くなっていますねスピリットによるとマスクが持っているエプシティンの飛行記録のようなリストには 重要な人々の名前が載っているということです。イーロンの命が脅かされるように見えますが、彼は新世界秩序、世界新秩序の一部ですよ。ただ、スピリットによると本当に頭のおかしい人がイーロンと彼の家族の命を狙ってくるので、イーロンはすべてのファイルを公開しないでいるようです。いずれにしろ、数秘術の9がおしまい、 サイクルの終わりを意味する2月までには最後のツイッタードロップがあるようですまたはその頃内部告発者たちが出てくるようですアトランティスが存在したことを証明する古代のタブレットスクリプトが発見されます南極大陸でもその他の多くの発見があるでしょう2023年はディスクロージャーの年 ツイッタードロップだけでなく、UFO や宇宙人についても多くの情報開示があります。UFO の目撃が増え、中には軍の飛行機が UFO を追いかけている映像が出てきたりします。もちろん、偽の映像も多く出回りますが、わざと偽物を出しているので、どれが本物でどれが偽物なのか見分けるのは難しいです。スピリットは、 あと数年のうちにほとんどの人が UFO をはっきりと目撃するようになるだろうと言っています戦争が行われている場所の近くでは UFO だと思ったらドローンだったということもあるようです戦場の近くで見られる UFO の中には各国政府が自分で作った UFO のようなものも含まれ これらは将来的には攻撃に使われることになるとスピリットが言っています。AI の世界では、感情があると主張する AI ロボットが出てきたりして、恐ろしい技術の進歩が続きます。恐ろしいことではありますが、これは AI を兵器として使う技術がすでに存在するということでもあり、近々軍によって使われることになるでしょう。 銃を持った AI ロボットが侵略するようなビジョンが見えます。クレイジーなことですが、近い将来に現実となることです。AI とイーロン・マスクは近々人体実験を始め、2023年の間に彼らにとっては奇跡のアジェンダ、実際には邪悪なアジェンダを推し進めてきます。次、アメリカの政治システムについて、 大統領選には女性そしてデサンティスが名乗りを上げますがデサンティスはトランプに説得されて出馬を取りやめるかもしれませんスピリットによるとトランプは今のところデサンティスに一緒に出馬してもらえるかどうか考え中ですただただデサンティスに負けるのを防ごうとしているだけなのですがトランプは女性を副大統領候補にしようということも考えています その人はオリーブ色の肌またはもっと黒い色の肌の女性ですイーロンマスクも出馬を打診されるようですが他のことで忙しいのと命の危険を感じているため出馬はしないでしょう 2028年の大統領選の時には候補の一人になるようです。ちょっとここで注釈してもいいですかイーロンマスクってアメリカ生まれのアメリカ人じゃないですよね。その場合には大統領の候補になることはできないと私理解しているんですけど、どうなんでしょう続けます。バイデンについて。2023年はバイデン一家にとって大変な一年になります。カルマのツケが回ってきます。 彼の命もそう長くはないのですが、まずはジル・バイデンが亡くなります。彼女の個人の数字は9。9は何かが終わる年を意味します。彼女はストレスいっぱいで、スピリットによると心臓、肺、その他の臓器に負担がかかっているようです。今年はしばらく入院することになりそうですよ。 彼女は疫病にかからないようにとても気をつけているようですがその疫病で亡くなるようですハンターも父親の影に隠れ続けることはできませんビデオ映像、音声の形でさらなる真実が出てきます誰が起こすのかは分かりませんが裁判が起こされそのうちの一つはとても大きな裁判です ハンターが法廷に入っていく姿が見えますが、報道陣に囲まれているので、彼に手錠がかかっているかどうか見えません。彼の未来は良くないですね。ジョー・バイデンの健康も衰え続けます。ある時点で、バイデンの姿が全く見えなくなり、声も全く聞こえなくなることがあるでしょう。2月、3月、 12月が彼の健康そして評判にとっては良くない月です。闇の皆さんがバイデンを隠しておくので、歴代のアメリカ大統領の中で姿を現さない日が最も多い大統領となるでしょう。メタフェタミンを彼の体に注入し続けているので、スピリットは彼はもうすぐ完全に壊れると言っています。骨が脆くなり、心臓、肝臓、 腎臓が皆弱くなっていますスピリットはカマラの姿も見せています彼女がバイデンの代わりにマイクを握ることが2023年は増えるでしょうバイデンは次の大統領選に全く立候補しないかもしも立候補してもそれを取り下げることになります 彼がホワイトハウスを去った直後に彼の葬儀が行われたとしても驚かないでしょうこれは彼の誕生日の前の11月かもしれません大混乱の後調査・捜査についての真実が漏えし法制度をめぐってドラマがあり議会での応酬を見るためにアメリカ人たちがスクリーンに釘付けになるでしょう怒鳴り合い 多くの人が席を蹴って出ていくのが見えます公聴会の多くは本当の問題から目をそらすための茶番でアメリカだけでなくオーストラリアカナダイギリスでも同じようなことが起き2024年にはさらに激しくなります次はペロシについて彼女はジル・バイデンと同じ感じです彼女の数字も9終わりを意味する数字です お金のののののの波動の数字8の年の最後に使使えるももは使ってから議長を辞めたのも納得できますねペロシと夫のポールどちらも健康状態が悪くなり夫の方は金銭問題にさらされ今年の年末までになくなるでしょう2023年になくならなければ2024年には確実になくなるでしょう政界では激動が続きます エリートたちは各国の政権交代特にロシアと北朝鮮の政権交代を望んでいます少なくとも北朝鮮では政権交代が今年中にあるかもしれません犯罪と刑罰について2023年末から2024年初めにかけて大きな人身売買組織薬物組織が裁かれる様子 奇襲による衝撃的な逮捕がいくつかあるのも見えます。奇襲捜査は政治家や有名人に対しても行われます。アメリカの一つの州、おそらくイーノイ州で囚人の釈放があって、これによって他の場所で同じことが発生する流れができます。アメリカのいくつかの州で流行のようになり、 メキシコのカルテルのボスも刑務所から出てくるでしょう。これは昨日のトップ10でも言いましたが、同じ街または同じ地域の人々がまとめて捕まるのが見えました。ビジネスマンのようなちゃんとした服装の男女でした。 ジャケットの背中に FBI と書かれている人もその中にいたので、ということは大規模な逮捕の少なくとも一つは FBI によって行われるということです。これは2023年のトップストーリーになります。ビル・コズビーは2024年までに認知症がひどくなって、それ以外にも健康状態が悪く、脳卒中の恐れもあります。 彼のコメディアンとしての復活はないでしょう。彼は2023年、裁判と金銭的問題を抱えることになります。2023年、政治家、ハリウッド、音楽業界で著名人の死が急増します。若いミュージシャンの死も複数続きます。これはドラッグ関係の死のようです。スピリットは、 高齢のミュージシャンの中には疫病で亡くなる人もいると言っています。小さな飛行機が複数墜落するのが見えました墜落の一つはミュージシャンまたはバンドのメンバーと関係がありますもう一つは政治家とその家族かもしれません物事は常に3回起きるのでさらにもう一つ墜落があるでしょうセリーヌ・ディオンも 2023年に亡くなる人の一人です彼女の2023年の数字は4 4と5の年の間に病気になったり亡くなったりする人が多くいます2023年ハリウッドのオスカーのようなシーレースはさらに衰退します映画館の観客が減り多くの映画館が閉鎖しますハリウッドにはカルマのツケがやってきます 映画、メディア、音楽業界で合併があるでしょうディズニーにとって大変難しい年になりますディズニーは他社と合併する企業の一つである可能性がありますディズニーランド、ディズニーワールドを訪れる人たちも激減するでしょうディズニーのテーマパークのいくつかが閉鎖しますおそらくフロリダのテーマパークこれディズニーワールドですよね もう閉鎖ですエプコットセンターからなもう続けます従業員が未成年相手の恥ずかしい行為で逮捕という問題にも直面しますディズニーの CEO だけでなく子会社の幹部も辞め株価がさらに下がることでしょうハリウッドでは裁判が続きますビルコズピーハービー・ワインシュタインのような犯罪で逮捕者が続くでしょう ハリウッド内でのセレブが複数逮捕され薬や子供関係の犯罪組織も暴露されます2023年にはジェフリー・エプシティンのようなタイプの犯罪がさらに露呈しエプシティンの事件もさらに真実が表に出てくることでしょうスピリットによるとエプシティンの死を引き起こした人が誰なのかわかる書類が出てくるだろうということです 経済について少し話しましょう。新しい通貨が2024年に出現するという、この数年前から見えている予測は変えません。多くの人にとって悪いローラーコースターに乗っているかのようなガタガタの経済に今年になります。1月には経済が悪い方向に向かっているのがはっきりとわかるようになります。利率の引き上げも再度行われ、 日々の生活に必要なものの値段も高騰します。な <laughs> のここここもすみません、私解説せしないではいられない。あの利率の引き上げっていうのはインフレを抑えるためにするはずなんですけど、ティテルさんの見える世界では利率が引き上げられて生活用品の値段はそれでも上がるみたいです。10月には1月のような市場の急落があり、金や銀でさえ上がったり下がったりするようです。 スピリットは、すでにお金,お金を持っている人たちはさらに豊かになり、世界の残りの人々はリセッションに苦しむと言っています。1年以上前に見えた世界大恐慌の時のようなビジョン、人々が列に並んでいる様子は思っていたよりもずっと早く現実となります。ガソリンスタンド、食料品店に長蛇の列ができているのが見え、買い付け騒ぎが起きて商品が足りなくなり、 店は棚に商品を並べるためにしばらく閉店するところも出てくるでしょう。アメリカとその他の国で失業率が上がります。AT&T や航空会社などの大企業が大規模なレイ,レイオフを行って、2023年には失業率が上昇するでしょう。2023年にはクリプトカレンシーが崩壊し、2024年にはさらに悪くなります。彼ら 例の彼らですね。彼らは、ごくごく一部のクリプトカレンシーだけ残して中央銀行で管理し、あとは全部潰したいと考えています。予言の獣,獣の刻印につながっていきます。クリプトカレンシーが上昇すると言っているサイキックもいますが、私は2021年末からずっと言っている通り、クリプトは急落すると予知します。ビットコインも すでに60%ぐらい下がっていますよね。随分前にクリプトはやめるように警告しましたよ。ビットコインはまた上がることもありますがしばらく先のことです。2023年、ビットコインは2022年よりはましになるようです。スピリットによると、ビットコインとその他いくつかのクリプトカレンシーが一時的にごく短期間のみ急上昇するようです。スピリットは 7月と10月のビットコインに気をつけるように言っています。それがなぜなのかはわかりません。スピリットは FTX のような詐欺は他にもあると言っています。私はこれまで皆さんに継ぎ込んだお金を全部持っていかれる前にクリプトから引き上げろと言ってきましたね。彼らは中央銀行からあなたたちのお金を守ると言うけれどごっそり持っていかれますよ。 2022年にすでにテストを行っていた新しい預金システム、新しい通貨、これが2023年に導入されます。今の紙幣と金融システムが完全に崩壊するでしょう。不動産の価格も下がり、不動産エージェントには厳しい年になります。住宅売上数はすでに20%下がりましたね。これが50%を切るのが見えます。 小さな不動産エージェントは廃業に追い込まれるでしょう。2023年には多くの地域で世界恐慌のような状態になると話してきました。彼らがようやくリセッションになったと認めたところですが、彼らは数字を操作したり嘘の話を流したりして我々の意識を目の前の問題から離れさせようとしてきます。リセッションは小さい商売や個人事業主、 に打撃を与え大企業が合併し、小さい国では閉店、店の閉店が続きます。大恐慌の時のように人々が列を作って並んでいるのが見え、今年8月の水星の逆行から11月頃に物の不足が加速します。夏にはガス、オイルの値段も急騰し、小さなビジネスに悪い影響を与えるでしょう。 次のホリデーシーズンには人々は出かけずに家にいようとするでしょう。人々を長距離移動させないのもエリートたちの狙いです。電気自動車をプッシュするのも同じ理由です。1月に原油が1バレル100ドルに達するだろうと予知していましたが97ドルまで来ましたね。2023年には1バレル150ドルまで行くので注意していてください。これらは サウジアラビアのせい。ただ、サウジにもいずれカルマのツケが回ってきます。国ごとの余地や気象についての余地は今後やっていきます。ドルの崩壊、そしてユーロの消滅。去年の時点でスピリットがユーロが最初にダメになって、それに日本円と米ドルが続くと言っていましたよね。これは 2024年までは起きないと感じますが、ひょっとすると今年の10月ぐらいにやってくるかもしれません。アップルに大変化が起きます。株価の低下だけでなく、アップルと他の企業の合併またはアップルの売却の話が上がるかもしれません。グーグルが複数の企業を吸収するでしょう。皆さん、もしも大統領令、 14067を知らなければ調べてみてください。金融システム内でのアメリカの責任のアウトラインが描かれています。ブリック合意で議論が起こります。ブリックはブラジル、ロシア、インド、中国です。何の議論なのか今の時点ではわかりません。イギリスと EU 内で混乱が発生、EU 内の国同士の関係にほころびが生じるでしょう。 EU も、国連も、世界経済フォーラムも、NATO もみんなつながっていて、聖書の予言のアンティクライストと関係があります。以上です。続きは火曜日のライブで取り上げるということでした。もう超長いので、どうしようおまけは本当に一つだけ。1月はですね、今まだ1月2日なんですけど、元旦の昨日から毎日スクワットを50回するというチャレンジを自分に課しています。なぜなら、 すごいね、しょぼい初夢。初夢に、前に集合以上通っていたブートキャンプのマイケルっていうオーナーとヘンリーっていうトレーナーが出てきて、ジムに3年、私もみっちり通ったんですけど、その3年通う前の体型に戻ったよねっていう話をしていたからです。 超単純なんですけどただ皆さん体重を落としたいとかカロリー消費量を上げたいとか冷え性だとかいう場合にはももの筋肉が体の中で一番大きいのでここから鍛えるのはおすすめです。というわけで「Stay safe stay healthy」。